From 1963 is perhaps Kjærholm, a simple circle of marble table concept in its two forms. Kjærholm draws the seat to the furniture. So stick from the machine. When we look in more detail at these chairs, we can see that Kjærholm has used this concept in strips of steel. Thank you.
なんですよ、濃度が。あ、ごめんなさい。お母さんみたいな。お母さん。今日買ってきたものを紹介します。ライフが展開しているオーガニック食品を取り扱ったプライベートブランドがあるんですけど、そのビオラルでいろいろ買いました。ライフでも買ったんですけど、今から全部紹介します。まずこの雪の甘酒、これすっごく美味しくてリピしている商品です。で次、これは雪の小粒の納豆です。結構タレに化学調味料とか使っているものが多いんですけど、これはタレとからしも全部こういったものは不使用です。有機のレモン汁、これもたっぷり入っているんですけど 360ml も入っていてお得です。これも保存料とか香料も不使用です。レモン汁もよく使うので、これは必ず家に常備しています。で続いて無添加の有機味噌、これもたっぷり 750g 入っているんですけど、有機の大豆と有機のお米を使ったお味噌です。これは初めて買うのでどんなのか楽しみ。で続いてオーガニックのチョコレートなんですけど、カカオニブ味を買ってみました。あと2種類味があって、ベリーが入ったもの、ゴールデンベリーだったかな、あとピンクソルトっていう2種類の味もあるんですけど、今回はこのカカオニブ入ったものを買ってみました。結構チョコレートって乳化剤が入っていることが多いんですけど、これは乳化剤が不使用のものです。カカオ 70% なので、そんなに甘すぎず、前別の味買った時はすごく美味しかったです。板チョコです。こんな感じの板チョコになっていて、少しずつ割りながらおやつに食べてます。肉まんを買いました。肉まんって結構いろんな化学調味料が入っていて、今まであんまり買ってなかったんですけど、このビオラルで売ってる肉まんは原材料がすごくシンプルだったので久々に買いました。肉まん食べるの本当に久しぶりです。急に食べたくなったのでちょうどあって買いました。こんなシンプルな材料で作られた肉まんはあんまりないのでありがたいです。続いてソフトパン粉、これも原材料3つだけで有機ではないんですけど、イーストフードとかショートニングが使われていないパン粉です。結構パン粉もよく見ると添加物がいっぱい入ってたりするので、きちんと確認してから買ってるんですけど、このパン粉すごくシンプルなのでいいなと思って買ってみました。これは有機の小麦を使った細うどん、北海道産の有機栽培された小麦を使っているそうです。原材料はこんな感じ。コシがあってもちもちですごく美味しかったのでリピしました。あと
3パック入っています。冷凍うどんなのでストック用として置いといて、ちょっと料理めんどくさいな日はこれで簡単に茹でて食べたりしてます。もっと他にもね、いろんな気になるものがあるんですけど、とりあえず今日は8種類の商品を買ってみました。一応残りの買ったものも紹介します。あとはもう本当に全然ビオラルとかじゃないんですけど、これはライフの有機野菜コーナーで買ったレタスです。で、あとは生春巻きの皮、最近の春巻きにハマってるのでライスペーパーを買いました。モッツァレラチェリータイプ、原材料すごくシンプルで2つの材料しか使ってません。製造元が花畑牧場みたいですね。ツナ缶も買いました。これも化学調味料不使用で、原材料はこんな感じ。なんかかぼちゃのエキスとかも入ってる。缶ってあるとすごく便利なので時々こうやって買ってます。